ノーパンで学校に行って、もう行けない。せーの、キャバのオーレ、ゆら、しげい、お願いしまーす。本日は嘘つきの日、エプリルフールです。ちなみにゆらの誕生日ということで、本日の企画はですね、エピソードダウト当てろそれぞれ3つエピソードを持ってきてくださいと言いました。1人3つずつそのエピソードを喋っていくんですけど、そのうち一つが嘘のエピソードを持ってきてもらいました。はい。例えばムーがその3つエピソードを喋り切った後に、ユラとシゲはどの話が嘘やったかっていうのを当てます。それが当たってたらそれぞれ1ポイントずつ、ムーは2人とも騙せたらムーは2ポイント、2人が0ポイント0ポイントという感じになります。自分自身の実体験っていうところだけ縛りを持って、皆さんもどれが罰ゲーム用意してます。罰ゲームは最終的にポイントが一番低かった人は1週間ここに嘘の時計を書いて過ごしてもらいます。何時って言われたら携帯じゃなくてこれを見て、あ、今3時絶対3時絶対3時しげ、うら、むの順番で喋っていきます。それではエピソードダウトやっていきます。ますシゲダウト開始。昔てか、まあ、ほんまニートになる前ぐらいの仕事で、表彰式とか研修会とかめっちゃ多くて、それがあるたんびに、まあその中からお話しする人とかが決まっていくわけや。ちょっとずつこう頑張ってきて、やっとなんかこう成果が見えましたみたいな時に、表彰式やったらな、表彰式の時になんか一人ずつはこう上がってってお話しするみたいな、もうなんか2分とか時間もらってこう喋って降りるみたいな、でその時にめっちゃ緊張するけどさ、なんかどっちかって言ったらこの笑い担当じゃないけどさ、かっこいい担当でもないしってなったらこの笑い担当みたいな感じで、そういうなんかお笑いやってよみたいな感じの前に出たことがあったよ。だからなんかしなみたいなだって、まあでも結局無理なタイプやん、ギャグとかなんかやらされて笑ってくれるみたいな感じだから、一人で前だっても何もできんやん。って思ったら、こう、いろいろ考えすぎて、ガチガチに緊張して、でこう、階段があって、階段を登った瞬間に、ずこけたんよ。そんなシーン見たくない。めっちゃ薄すぎて。エピソード2。なんか2個目は、保育園の時の話やねんけど、なんか、まあ、その時から活発なタイプで、で、なんか、お父さんもお母さんも共働きやったんよ。だから、まあ、参観日とかもどっちかが来るみたいな。次のその、運動会かな。運動会やと思うんやけど、発表会じゃないと思う。運動会で、それは二人が来るよってなっとったよ。で、こっちは張り切るやん。そういうの張り切っちゃうやん。5歳ぐらいの時やったから、最後やなってなって、で、言うたらさ、こんなんやるから見に来てなみたいな、めっちゃ言っとったよ。言ってて、で、それが飛び箱やって。で、飛び箱が3段、4段、5段。やったかな。まあ、なんかそんな感じで、一番上を飛びたいって、まあ、飛べてたからさ、その時は。飛べてて、で、やりますって、いざ走って、飛んで、顔面からボンかわいい。エピソード3。社会人になってからの話やねんけど、で俺 AKB が好き。いや、AKB ってなんか東京が多いやん。で、コロナのタイミングで好きになったからさ、まあ、行くことできひんやん。で、なんかある程度行けるよってなってもさ、友達おらんやん。行く。でも一人で行くかーってなって、初めてもう東京に行くことに決めて、で、劇場に行ったよ。俺はなんか真ん中のめっちゃいい席を取れたよ。この隣からは女子大生みたいな。可愛い女の人が来た。え、可愛いって。いや、思うやん。こんなの、こんな人が AKB 好きなんやん。で、こっちは初めてやからさ、いろんなこの手順が分からんやん。で、汗しとったよ。そしたらその女子大生の人がさ、こうですよ、みたいな。教えてくれて。優しいって思って。で、なんか開演前の時間結構長くて、で、まあ座ってもらって。でも待ってる時間も何したらいいやん。携帯も触ったらダメって言われて、どうしよう。ちゃんと律儀に携帯も触らずこう待っとって
で、その人はさ、いろんな準備を始めるんだけど、ペンライト出したりと、うちを出したり、すごっと思って。で、そしたらこう、パッて目があって、で、またなんかその会話が生まれたよ。どこから来てるんですかみたいな言われたから、大阪です。すごいですね。みたいな会話が生まれたからさ、で、ね、始まったよ。その時もさ、ちょっと意識するやん。ここの人に見られてる感じがあるわけ。なるほどね。ギャーギャーもさ、まあ、まず騒がれへんけど、なんかそんな感じで、もうちょっと意識しながらこう、見終わって、で終わったと思って、お見送りみたいなのがあるから、絶対一緒にこう、列で出ていくからさ、隣の席が一緒に出ていくわけやん。でもその時も緊張やな。この後ろの視線とかも、お見送りで、もう新鮮感じながら行っとって。好きやんもう。惚れてるやん。で、出た時に、こう、こっちはさ、なんか写真とか撮りたいやん。うん、行ったよって。だからその人に言おうと思って、写真撮ってもらっていいですかって言ったら撮ってくれて、うん、でも携帯出してるし、うん、これはチャンスやと思って、うん、初めてのナンパ、うん、しました。おぉそれで、ツイッターやってますかみたいな。ツイッター大体やってるやん、そのファンの人だって。絶対やってること言おうと思って、ツイッターやってますかって言ったら、やってませんって。スタスタスタって書いてた。失敗あはずーめっちゃ恥ずかったでしたどれいやでもなんか2個で迷ってる決めた決めた私たちがダウトだと思ったのはせーの1ポイントなんでそう思ったユラが思ったのはそれだけちょっと薄かった。あー。なんかそこで、なってのところがなかったから、もしかしてと思ったぐらい。なるほどね。一応なんか、嘘を言うの緊張しすぎて、さっき言いたかったんちゃうか説。あー一応。いやもう嘘をずっと持っとくのが緊張しちゃうから、そういうこと。一個目に話すっていう。そういうことなんだ。うわー、心理やんエピソードあれしてないやんこの人やばい怖いわ。怖い。3エピソードの中で、ダートだったのは、一番俺にえ、マジで合ってる、うん、正解正解。緊張した。ほんまに素直やな。素直なジャイアンやな。結構うまく言えたって思ったんやけど。ユラダウト、エピソード1。中学生の時の話なんですけど、うん、初めてお母さんとお父さんから、まあ、ガラケーもらって、なんかめっちゃ電話とか、なんか使い慣れてないから、どうしていいかわからへんってなってて。んで、ある時、めっちゃなんか同じ電話番号から、なんか電話が来ることが多くなって、何やろこれと思って、なんか怖いなって思ったけど、けどなんかそういう時って出なあかんのかなみたいな、うん、なんかちょっとわからんかって、うん、携帯持ち立てでわからんから家に誰もおらへん時にめっちゃかかってきたからまあ出るしかないかってなって出ました、うん、そしたら急にめっちゃおばさんからあんた誰やみたいな、うん、えなんでなんですかなんですかってめっちゃテーブルに来てえなんですかって感じで言ったらまさし出せみたいななんかあんたの後ろにおるんやろってほんまにマジで怖がってんほんでずっとそんなん言われるからえいませんいませんまさしは後ろにいませんみたいなでもずっと言ってんねんけどおばあちゃんは嘘つけみたいなほんまにおるんやろって言って出せ早くって言って早く電話変われみたいな感じで言われてあやばいやばいやばいほんで、本当にいませんみたいな。後ろ見てみろって言って、後ろ見て。もう見んねんけど、まさしはおらへんねん。自分の家やから。ほんで、やばい、怖い、怖いってなって。ほんで、泣きながら、いません、いませんって言って、まあまあおらへんから、ブチって切って、お母さんが帰ってきて、泣きながら説明して、もうほっときって言われて。ほんで、その電話番号だけ控えて、なんか、来おへんようにするやつ。なんだっけ。着信拒否して、結局、お父さんがその電話番号を控えてるやつにかけてくれて、そのおばあちゃん認知症で、まあ、ボケてて、うん、そこに、たまたまユラの電話番号にかけちゃって、うん、
たいな感じだったらしくって、だからもう気にせんでいいよで終わった怖い話でした。ゾワッとしてるのか。エピソード2。大学の時のなんか男友達と結構なんか遊びに行くこと多くて、結構まあご飯行ったりみたいなのがあったんやけど、なんかその時に話聞いてほしいことがあるって言って、で恋愛の話でちょっと彼女とあんまうまくいってないみたいな話をしてて、まあ束縛がすごいみたいな感じあって、ご飯行ってそこでも女ずっとその話聞いて、でちょっと彼女やばいな、なんかちょっと離れてもいいんちゃうかみたいな話になって、まあそこはそこで終わって、とりあえず一旦様子見ましょう、期間空けたらちょっと心変わりするかもしれへんし、話し合いもできた方がいいかもねみたいなん でそしたら数日後に男友達から電話かかってきて、急すぎたから夜中やし、で何やろうと思って電話出て、そしたら女の子の声でなんか彼女の方やって、うん、でなんかもう会うのやめてもらえませんかみたいな言われたから、あの何の話ですかみたいになるやんこっちは。でなんとなく想像ついてん、あの多分彼氏の方は別れたいから、うん、ユラとの関係をなんかなんなんって聞かれてもちょっとあやふやにして、うん、あわよくば別れようとしてて彼氏の方は。ほんでやばいな、なんでなんかもう電話越しで分かって、そういう感じを彼女が言ってることに対してなんかそういうことかもなと思って、うん、で一旦その彼氏さん出してくれませんかみたいな、ちょっと話したいんでみたいな感じで言ったら、えなんで話す必要があんのみたいな感じでなって、めっちゃ彼女切れ始めて、ほんで意味わからんやん、巻き込まれてるやん、ほんでなんかその彼氏にバカ腹立ってきて、はみたいな、何言ってんのこいつってなって、けどもうなんか変わらへんから、最終的になんかこんなブスに取られたないわみたいな感じ言われて、ほんでもう最悪すぎてもうブルーなまんまブチって終わって、その男の子とも会うこともなくなったっていう悲しいお話でした。エピソード3。中学校の時の話。理科の先生でショーティーっていうめっちゃ好きな先生がおって、でショーティーの授業は面白かって、その授業は絶対に起きとかなあかんと思ってたんやけど、前の時間にプールやって、でしかも朝部活してめっちゃ疲れ切ってる時やって、で一番前の席やったし、もう絶対寝られへんと思って、ショーティーに寝てる姿を見せたくないっていう気持ちが強すぎて、もう絶対 寝たあかんって思ってるから、もう目を開けてんねんけどもう頭が動かへんみたいなってなった時に、こうやってね、こうやってやってた一番前の時でってなってて、ショーティーが一番前の席やからよく見えるやん、しかもいつもめっちゃ勉強してるユラやから見てくれとって、ショーティーがお前宮本大丈夫かって言ってんで保健室行くかみたいな感じになって、めっちゃ恥ずかしかったっていう話でした。あーよう騙せた。決まった、うん、決まった。わからん、逆に逆になそういう手がも知らんけど、うん、騙されてるかもしれんけど、私たちがダウトだと思ったのはせーの3やろ絶対。短それだけショーティーっていう名前は出したけど、うん、エピソードさん行くなの顔がもう緊張してたもん。ダウトだったのは2番。うまうそ。なんかさ、普通に3つ目のやつはあの家族の中でめっちゃウケてる話やって、確かに慣れてるから早かったんかな、簡潔に。あかもしれへん。2番やと思ってた、2番話してる時。わかるわかるわかる。でも2つ目はちょっとほんまを混ぜてる感じ、マジで浮気相手になりかけた話やって。悔しい悔しい、やばい、俺はやばい、2ポイントもらった。やばーい、今頑張って教えて。ムーンアウト。エピソード1。中学校1、2年生ぐらいやねんけど、でもみんなもあるかもしれないけど、ノーパンで学校行ったことあって、スカートのさ下にさスパッツみたいな履くやん、もうあれだけでさ満足してさそのまま行っちゃったことがあって、その時なお風呂入っていたん朝に、で
朝に入ってたからさ、こうわかる？着替えをさ、めっちゃ急いでテキパキやるわけやん。そこにパンツがない違和感を感じなかったの、スパッツのせいで。そのまま、あのノーパンで学校に行って、もう行ってしもったらさ、もう帰られへんやんって、なんとかまあやり過ごして、でまあ最後、中学校の部活、バレー部やったんですけど、着替える時に、なんかスパッツ履いたまま着替えるやつになるやん。うん、で、その着替える時に、なんかその、同期の子に、え、それ履いたまま履くみたいな、その、バレーの。ズボン、うん、言われて、なんか、いや、なんか今日寒いからさ、みたいな。変な、なんかめっちゃ変な言い訳をして、ちょっと言い逃れてんけど、ちょっと恥ずかしい隠しエピソード。エピソード2。これも中学生やねんけど、その台のなんかガキ大将みたいなやつと隣の席になったことがあって、うん、言うたらなんかもう、すぐなんか人のやらかしとかみたいな、大声でいじるみたいなやつと、隣の席になったことがあるんだけど、その時に、授業中に、まあ、特大のくしゃみをしたよ。プシャーンってしたら、もう、ここに溜まるぐらい鼻水で、ほんまにちょっと溜まるぐらい出て、こう、ピヨーンって鼻水が伸びて、やばいの授業中やしさ、なんか、トイレ行かしてくださいもん、ね、言われへんくて、どうしよう、誰かに見られてへんかなこうやって見たら、その時、大将が、ひいた目で、見てて、で、なんか、そいつにやばいって、もうこいつにバレてやばいって思って、で、思ったけど、そいつが優しくティッシュこうやって、出してきてくれた。っていう、めっちゃ恥ずかしい、やらかしいエピソード。エピソード3。それも中1、中2ぐらいの時に、なんか自分の中学校が、土足やったの、全部。全部外靴で、うん、そう、過ごす学校やって、で、行きしなに、うんちを踏んだよ。知らず知らず、うちに。でも気づいてなかったから、その行き道で落とすとかをせんまま投稿したんや。席座ったら、なんかみんなが、なんかうんち臭くないみたいな。なんかムーが踏んでるってことを気づかずに、なんか臭くない今日みたいな。言い始めて、パッて見たら、ちょっとここにさ、はみ出しうんちみたいなのが出てて。むにゅって。そう。やばいってなって、一旦そこはやり過ごして、途中その休み時間ぐらいにトイレに行って必死にこう落としてんけど、いっぱい。無理やって落ちひんくて、なんかちょっと残ってて。で、まだ戻ったらやっぱうんちの匂いの話になってしまって、その日一日、床にさ、こう底つけとったら匂わんねん、ギリ。こう匂いがもう密封されて。だからその日一日ずっと足の裏こうやってつけたまま過ごしたっていう話。全部ムーっぽいねんなぁ。はい。決めた。うわぁどうしよう、僕たちがダートだと思うのは、せーの、ソーフィーズ。確実一人を騙してるってことやからな。でも、一個言わしてほしいのは、1は、なんかあれじゃない、ふわーって終わったくない、なんか1は顔が嘘っぽかったけどな。目がめっちゃキョロキョロしてた。3は、うんち不満の。勇気が踏むって話はめっちゃ聞くねん。で、その勇気が踏むっていうエピソードの話したら絶対ムーンはそれを言ってくるから、自分がうんち踏んだことあったら。ああ勇気が踏んだっていう話しかせんねん。ムーンってね、普通みたいな感じやん。やっぱ3か、ほんまの話やったら、ムーンの話にしてはちょっと薄いなと思って。なんかムーンにしてはもっとなんかおもろいこと起きそうやのに、なんか密封したって終わってたから、密封かってなったのはちょっとある。3つのエピソードの中でダウトだったのは1! やったーやったー、めちゃくちゃ嘘。うわー、目の動きがめっちゃ嘘やったね。でも嘘、目多分あっちの方見た、泳いでた、こっち植物見るようにしとったの、2番の時。あ、なるほどね、決まってたんや。でも口はめっちゃ震えとった。え、口震えてたと思う。めっちゃ震えた。うわー、ということで最終ポイント 2!4!0!ゼロのやつおるん。最下位のしげさんには一週間嘘の腕時計書いて過ごしてもらいます。楽しみということで、皆さん騙されましたでしょうか。騙されたよって思った方はグッドボタンと、いや騙されるわけないやろっていう方はチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。素直で騙されやすいやつ。